アコシュミネトラジ。はい、皆さんこんばんは。いかがお過ごしでしょうか。今夜もこの時間がやってまいりました。アコシュミネトラジ DJ 松本です。9月最後のアコシュミネトラジということで、DJ はですね、おかげさまでずっと朝起きて海へ行ってですね、自転車でですよ、それからずっと海岸沿いを辻堂近くまで、行って帰ってくるという約1時間ですね、このコースを毎日なるべく続けてるんですけども、今まで朝早くに起きたとしてもご飯を食べるのは昼過ぎ、昼前、まあそれぐらいだったんですけども、朝から運動をだいたい1時間して帰ってきますとお腹が空きまして、朝ごはんをしっかりと食べるようになりました。そうするとまあ疲れがあんまり出ないのかなっていうところなんですけど、朝食べて昼食べて夜食べたらなんかいっぱい食べてる気がするんですけども、そんな BJ が今夜もお送りいたします。最後までお付き合いをよろしくお願いします。茅ヶ崎 FM。 はい、改めましてこんばんは、 DJ 松本です。朝まあバッと走ってですね、だいたい6時ぐらいに行って7時ぐらいに帰ってくるんですけども、まあお腹空いたということで、最近ハマってたのが松屋の、朝定食じゃないですよ、松屋なんですけども、ラフテー丼と言いまして、豚の角煮丼ですね。ご飯の上に豚の角煮が2切れぐらい大きいのがドンと乗って、その脇に牛丼の肉が乗って、で味玉、これが1個ついてましてですね、あとは、ネギ、はい、白髪ネギと万能ネギ、これがたっぷりとかかって、その角煮のタレがまたいい感じにかかって美味しいんですね。だから自転車でまあ1時間ずっと走って、まあなるべくですね、この1時間も足をつかないように、まあDJ の家から海まで信号1個しかないんですよ。だからうまいことその信号に引っかからなければ、海岸まで1回も足つかずに行って、そのままずっと海岸沿い足つかずに行って、ぐるっと辻堂方面まで行ってまた戻ってくる、一回も足つかないですよ、まだついてないですよ、そのままずっと戻ってきて、帰りのその一個の信号もうまい具合にですね、遠くから見といて、なるべくこう信号に引っかからないペースで行って通り過ぎると、そうすると家の玄関、マンションのエントランスを出発してから一回も足つかずにですね、で、こう、待望の足つく瞬間は松屋の前ということになってるんですね。で、まあ、朝からラフテー丼なんです。まあ、周りにいる人は朝なので、目玉焼き朝食的な、焼き魚定食みたいな、なんかそういう、朝ごはん、モーニングを食べてる感じなんですけど、BJ はしっかりと朝から肉をいただいてですね、まあ、走ってきた分のカロリー以上をそこで摂取して帰ってくるという感じなんですけども、まあそこでまあ足ついて、その後家まですぐなので、まあ言えば家ぐらいまで足つかないで帰ってきてるよという感じなんですけど、なるべくこうね、ずっと有酸素運動を1時間やって、まあ朝ごはんを食べると、なんとなく体の調子がいいですね。体がだるいとかしんどいとかっていうのがないのは、やっぱ朝ごはん食べるっていうのはこれいいのかもわかんないですね。ずっと朝ごはんは食べてなかったんで、ライブとかアコシュミライブの時も、リポビタンデーだけを飲んでやったりしてたんですけど、これちゃんと食べとけば体力が最後まで持ったのかもわかんないですね。はい、次回のアコシュミの時は朝ごはんちゃんと食べようと思います。本日も1曲目これ聴いていただきましょう。まもなく1ヶ月を切りましたよ。ウクレレキャンプのテーマ曲、キャンプに行こう。目を閉じて星空を見ることはできないだから、今は瞬きももったいないと思う。ランタンの明かりに行く
いつまででも」最近ですね、ウクレレ講座をご覧になっていただいている方はすでにご存知かと思うんですけども、割とですねウクレレベース講座っていうのが増えてまいりまして、今度もあのウクレレベース部、湘南ウクレレクラブのウクレレベース部が開催されるんですけども、まあ、それに合わせてベースをいろいろ買ったり弦を変えたり、いろいろこの Bluetooth スピーカーをですねベースアンプ代わりに使ってみたりなんといろいろとこうやってるうちにだんだんとベースにはまりまして、はい、まあもともとその低音で太い音が出るじゃないですか、あれが好きで、まあベーシストだったということもあるんですけども、久しぶりにこのベース熱が、再燃いたしまして1本買っちゃってしまったんですね。まあ2週間ぐらい前かな、注文したのはもっと前なんですよ、あの届くまで結構時間がかかったので1ヶ月ぐらい、待ったのかな、はい、なかなかですねこれがいい音するんですね。今までまああの仕事とかで弾いてた時に、理想としてた太い音が出ないなって言ったらこれだったんですね、スティングレイベースなんですけども、まあこれがですねなかなかこのいい色で、まあ、これからあのウクレレクラブのライブとかでもこいつを弾こうと思うんですけど、かなり太いゴリゴリの音が出るんですね。まあ、ファンクとかあとはスラップとかにも向いてるんですけども、その指で弾いた時のこのゴリンっていう低音のブリンっていう何とも言えないこの音が非常にいい感じなんですね。ウクレレベース部でウクレレベースいろいろこう買おうと思ってたんですよ。あのソリッドタイプのもの、こうウクレレみたいに箱になってて、こうボディがですねギターみたいなああいう形になってなくて、エレキベースをそのままちっちゃくしたようなウクレレベースが最近数いっぱい出てるので、まあ、気になってるのもあるんですよ。5弦ウクレレベースとかね、5弦なんかどうやって使うんだろう、あのドルーンという弱いテンションの中なんて買おうかなと思ってたら、あの違うベースを買っちゃいましたというお話でした。はい、これはまた違う弦楽器の音が聞こえてきましたけども、これはあのバンジョーですね。はい、BJ っていうのはバンジョーの B と J で BJ なんですよ。バンジョーで聞いてください。淡い色の街。雲が一つ見えてます。この大地の上に限りあるです。草も木も僕も割れたガラスの上に映る街は先ほどもですね話題に出たんですけども、ウクレレキャンプですね、もう1ヶ月を切りまして、来月の10月19、20日と、いうことになってるんですけども、このウクレレキャンプ、ウクレレ合宿ですので、テントに泊まるキャンプじゃないですよ、ウクレレ合宿の
キャンプ、宿泊とちゃんとした宿泊施設に泊まります。まあ、もちろんあのテンキャンプっていうからにはテント泊したいなっていう方もいらっしゃるみたいで、テント泊もできるようになってます。持ち込みでテント持ってきて自分で張っていただくという形ですね。キャンプ場みたいにもともと撮影されてる、その常設のテントに泊まるというわけではないんですけども、まあ、そのウクレレキャンプですね、行った当日に、練習会で帰る日2日目も練習会と2回ついてるんですね。で1日目の練習会はまあレベルに合わせてクラスですね、初心者クラス、中級者クラス的な感じでそれぞれのクラスに分かれてやる。で2日目はみんなでやるというような感じで、この2日間で覚えていただく、練習していただく曲というのが課題曲なんですけども、前回の第3回ウクレレキャンプではですね、ルージュの伝言、ユーミンですね、あの人のママに会うためにというやつなんですけども、で今回第4回目のウクレレキャンプ、さあどういう曲にしようかなといろいろと考えてたところ、まあちょっと今まで、ウクレレクラブとかでやったことのない曲、新しい曲なんかいいのないかなというところにこの曲のリクエストが来ましてですね、まあリクエストを受けてもなかなかあの全部は全部聞いてられないんですけども、皆さんからこの曲やりたいなっていう中からですね、 BJ が聞いて、おこれ皆さんに合いそうだなというようなのをやるんですけども、この曲が課題曲になると思います。聞いてください。パプリカ。曲がりくねりはしゃいだ道、青葉の森で駆け回る、遊び回り日差しの街、誰かが呼んでいる、ありがとうございました。アコシュミネトラジー、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。このですね、先ほど聞いていただきましたパプリカはスタジオで弾き語ったバージョンなんですね。その音源部分だけを聞いていただいたんですけども、これ YouTube に、BJ ウクレレ講座のところに上がっておりまして、弾き方解説ですね、いつものようにここはこう弾きますよ、ああ弾きますよという弾き方解説、譜面の公開はですね、ちょうどこのタイムリーに明日ですね、9月26日に公開できるように今現在準備を進めているところですので、皆さんぜひですね楽しみにしておいてください。はい、なかなかいい感じでお子さんもたくさん来られるので、みんなで弾いてお子さんが踊るというような感じ、こういうスタイルがウクレレキャンプでできたら楽しいなと思ってます。バーベキューの時は発表会もやりますので、ぜひ参加してくださいということで、今夜は以上です。また来週お会いしましょう。おやすみなさい。さようなら。茅ヶ崎 FM